のが、ノリさんで、あ、ノリさんね、師匠の弟子さん。その程度の。で、師匠の弟子、あと神王勢勝利。よかった。よかった。で、1P が、1P が神王さん。 1P がティンティン丸さんで、ツピー神王さん。ティンティン丸。ティンティン丸さんが、ダック?キム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 
あ、が、オズクーラー系だし、これはバックにオズクーラーを合わせたのか。基本オズクーラー系だったら戦闘時になりやすいですが、一回勝負を仕掛けたクーラーにストレッチガードからフルコン入って、さあスタンがピンチだぞ。またレシーンが与える。序盤の助手を引き切ってここに入る。さあこれはお互いどっちか分かんなかったが、レシーン反撃はないだろうと思っていく。メンゲアードお互いの足に ND が暴いていく。ジャンプ D 乗っかって、またジャンプ D 口投げになる。ジャンプ D がジャンプヤバイが通って、またジャンプ C 一発で死んじゃうぞ。さあゴーちゃん出た。
おっと、これが全部女性が見たいんですけど、で、なんだかのダックが死んで、ジャパンを叩き制裁、でかいダメージ。ちょっと裏回って、なんかクーラー結構いい畑をしている。なんだかんだリーダー系を出してもらえるともう半分以上減ったぞ。スキルゲージもたくさんだ。ワンコンボ入る。ここでスキルゲージもクラッシュ投げ合ってしまった。ちょっと引き回さんだな、ギャラになって、これ勝負の中断。ゲージが止まる、それが良くなる。さあここでさあ、もう止めてしまう。さあ、ここワンコンボしっかり長いカノートまで決めて、神王さんが中断って言って今中断打ちました今。さあ、ストラカード最後。さあ、いつものリーダー、ずっと OK ラッシュのいつものコンボ。さあ、炎炎チェーン食事技だ。ここだ。さあ、もう偶然の灯しの K ラッシュ投げが入って終了。ちょっと途中まで神王さんとちんちん丸さん逆に解説しちゃいましたけど、勝因は勝因は遠泳チェーンですね。完全に勝因は神王勢隊長っていうか神王勢リーダーの神王さん。で、神王さんが今カラーを聞いてますね。カラーが分からない。側のデピオさんがグリフォン・クラーク・マリー、グリフォン・クラーク・リラ・マリー。で、次側の神尾勢さんが、あ、クーラー・オズワルド・ガット・リラ・ガット。珍しい。あ、そっかそっかそっか。あ、ちゃんと色も合わせてきましたね。あれ黒のカラー違う。分かってる。レディー。あー、もうこれ負けですね。さあ、はい、ここでクーラー。クーラーが追い込んで、この組み合わせは結構強いんですけれども、しかし、これダメージ少し触って、さあ、これ2C。ここでクーラーがこの行動に対応できる。で、中止に。さあ、宮野の上、さあ、レイスピアが与えて、投げかく。さあ、さあ、さあ、これいらないよ。カウンターに乗ってたのは、さあ、この場所なり。そして、超レイスピアに引っかかって、これはいい感じですね。さあ、これは体ですね。レイスピアになって、向かいて、引っ張らせて。神尾勢さんが大幅有利。さあ、ジャンプ取っちゃって。さあ、ジャンプに行く前、立ち上げて。そしてジャンプ立てて、これ勝ちたい。これはちょっと、アドビーだったら、エースやるんで。ただ、まあ、エースにしても多分、対抗が来て、対抗が減りすぎ。で、ジャンプに行くまして、これを、さあ、出ない。何かが出ました。さあ、ラグタイク新しい。さあ、あ、これは、はい、これは見ようない。電子に引っ張らず、ジャンプじゃなくて、これはこれはきついぞ、ケピオさん。あー、すごーっ。ちょっと早いか。さあ、分からない。さあ、分からない。さあ、やっけそう。さあ、やった最後は後転にゼロキバージャッジ天竜が変に引っかかって勝ったのは神尾勢さん。その程度ならやめてしまえ。アウトリーダーが
が、オズワルド・クーラー・リーダーガト、そう、アーサーさんです。ワンピー側がアーサー P、 レディゴー。さあこれチームの相性的にはかなりいい勝負、一気にトリガーの矢野さんが作る。さあガトは芸術を見て、さあガトはオズワルドを変わる。さあこれライダーシュート、ガトのスピンジがあるけど、ここでレイスピン引っかかって、ガトでしっかり禁止で勝って、さあこれは一つ、さあ合わせは結構でちょっと、さあこれがゲットまだ分からない、さあ音が音色決まりで研究が出ない、研究で助けが出ない、さあシューダーが下を上に進行してしっかり、さあやっちゃって安い、さあ真っ上引っかかって勝ったのはキナノさん。その程度ならやめてしまえ。さあワンピー側が激ヤヘキンキンマルさん、でツーピー側が師匠の弟子あと神尾勢さん。側の師匠の弟子さんは戻るキャラ、ここでワンピー側の激上げさんはシューパーを晒していくスタイル。多分これは多分あの某神尾さんを意識した、埼玉県神尾市を埼玉県神尾市を意識した。いやカラーはしかし全然違う。さあこの組み合わせは、この組み合わせは、まああとは2分間やらないとなんとか変わらないんですけど、もう最後変わっていって、このあとも乗っかられるとなると思うんですけど、しかしイラストもしたいので、さあこれさあ中央距離で乗っかると、さあダンピエン、
しっかりシフトコンボを決めた師匠の弟子さんの勝ち。決まりだ。いや強いですねこのチームもやっぱり。